A8 ネットからメールが届いてるんで、そのメールを開いて、リンクをね開いてください。ピンクの丸のね中のリンクです。開くとですね、入力基本情報入力ってなってるんで、 ID はですねあなたが決めてください。小文字で入力、英数字を使うっていうことで何文字以上ってなってます、次はパスワードを決めてください。これも自分で決めてください、で確認用のパスワードを入れてください。同じものをね入れてください。で区分ってあるんで、それ個人で構いません。生年月日、性別、郵便番号、都道府県、すべて埋めていくとですね、下の方まで来るとこうなってます。この項目はですね、サイトをお持ちでない方を押してください。でそのまま進めてください。で全部終わるとですね、またねメールが来てるんで、それがあのログイン用の URL ですね。でそこからあのログインしてください。以上 A8 ネットの会員登録の説明になります。わからないことがあったらね、どんどん LINE アットで質問ください。はい。